はい、どうも皆さん。ゆっくり霊夢と。ゆっくり魔理沙だぜ。はい、お待たせしました。やっと最終回となりましたね。このエクストラをクリックすれば移動できます。では、早速行ってみましょう。さあ、どんなものなのか楽しみだぜ。お、だね。美術館かな？しかもいい曲だね。さて、一体どんな形に見えるかな？これはオールスターズかな？ポーズだけで微妙に触れてるな。いやー長かったぜ。2週間ぐらいかかったからな。しかしよくできてるね。そうだな。ところであのスイッチは何だろう？お、おい、なんか嫌な予感がしてきたぞ。もうちょっと様子見た方がいいかもしれないぜ。おい、霊夢。いえ、あの、デヘペロ。殴るぞお前。は、はい、すみませんでした。とにかくこの部屋から出るぞ、何かドアがあるはずだ。あ、あった。どうやら襲ってこないみたいだな。よし、そうと決まれば出るぞ。あれ？ドアは？ドアなんかどうでもいいだろ、早く脱出するぞ。それに一体どこなんだここは？うわ。危ねえなおい。何今の？お、ドアがあるぜ。どうやら、ここは異世界かもしれないな。どんどん進むか。あれ？行き止まりか？まだいたのかよ。おい霊夢、しっかりしろ。お酒飲みたい。焼き鳥食べたい。うわ、なんだこのノイズは。歪んだ音じゃないか。なんかいるし、これはバッドエンドじゃないか。もう帰りたい。おい、ここで何諦めてるんだよ。今日で最終回なんだぜ。しっかりしろ。もう、進むしかねえな。もはや助かる道はないかもしれない。一体どこまであるんだ？あそこまで進むのか？気がつけば、勝手に閉じられたという。霊夢、終わったぜ。うん、終わったね。じゃあ、最後任したぜ。はい。私、途中で怖くなって喋れませんでした。というわけで皆さんはいかがでしたでしょうか？皆さんもやってみてはどうでしょうか？
これで全てクリアになりました。以上、ラジオオブクリエーションリボーンでした。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。あと、次回の動画を見逃さないようにベルというマークをチェックしてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。またな。